しょ。こんにちは。取れてきちゃう。焼きそば捨てた？捨てるわけないじゃん。捨ててないですよ。あ、なんかさ、焼きそばなんだっけ、チャーハンみたいな感じにしようと思って調べてさ、作ったんだけどさ、量が多すぎてさ、まだ残ってる。後で食べようと思って、一回食べきれなかったからお皿に分けて冷蔵庫にいます。後で食べようと思って、夜ご飯で。捨てないですよ。これ表面テープ買ってきた。表面テープ、なんか私が前買ったさ、付箋さ、200何円ぐらいかと思ってたら400何円だった。全然違ったんだよ。意外と高かったから、もうやめた、買うの買おうかと思ったけど、スノーセンでいいや。両面テープだけ買ってきた。100均、そう、今使ってるのは100均で買ったやつ。これ知ってるよ、100均で売ってるの。そんな当たり前じゃん。知ってますよ。両面テープは100均で買ったやつだったけど、お前ちょっと100均には今日行かなかったから、普通に違うとこで買った。使うかどうか、あ、解体方法、びっくりした。だからさ、夜ご飯はあれ食べる。残りお昼食べきれなかったから、チャーハンにして余っちゃったから、ちょっと量多くて一人前の量じゃなかった。あとでまた食べる。そうね、確かに寒いね。寒かったからさっき暖房つけた。今チャーハンのクッション干しっぱなしに気づいた。それはやばい。取り込まないと。明日は暖かいんだね。明後日は暖かいのかな。明後日劇場であるから、公演だから。
暖房は何度設定気になる。何度設定だったかな、忘れた。20何度か忘れた。そんな気にならないでしょ、暖房の設定温度なんて。緊急に入れてたクッション。確かにこの持ち釜放置しちゃったら冷えちゃう。買い物行ってさ、ちょっと時間があったからさっきまで寝てた。寝て起きてちょっと寒かったからと思うんですけど、何時間寝た、帰ってきて。いや何時間も寝、1時間寝てないぐらい。さっきは、今日の合計時間は分かんないけど今日さっき外出た、あの買いに行ったから、これテープこれ買いに外出た。両面テープがさ昨日でなくなっちゃったから買ってきた。そう、買い物。その時はね、付箋貼るのにテープでも貼れるけど若干ね上がってきちゃうんで。あ、でも今日なんか意外とくっついてる。今日意外とくっついてるけど、ルームテープの方が綺麗に貼れるから、今日はなんか綺麗にくっついてる。でもこの辺ちょっと上がってるかないんないとね、3位以内、僕3位以内です。3位以内だと最終のオーディションに進めるんですよ。そうなんだよ。やったら両面テープ使い切れてた。いやね、両面テープ前使ってたのはなんかね、他のにも使って、あれね、この付箋に使う用じゃなくてね、もともと違う用で買ってたやつだからね、使いかけだった、もともと使いかけ、なんか他のに使ってて、なんていうの、この貼る用に買ったわけじゃない。もともとちょっと使ってた。これは使ってないけど、これでも6メートルもあるからなかなかなくならないでしょ。ほら6メートル。どこで書いてあったっけ、こうか。6メートルって書いてある。見えないか。間違いちっちゃい。1時間以上寝られた。さっき1時間か、1時間1時間寝たかなぐらい。さっきちょっと時間って買い物から帰ってきて、そのぐらい1時間以上は寝てないか。ちょっと待って、別でも出てた。ちょっとだけ B 公演の練習して、明日は雫の練習して、で明後日は雫公演でしょ。1日空いて、1日空くけど、16日空くけど、イベントどうしてことあるから、あんまり公演の練習できなさだから今日しとこう。で17が B 公演。
いいね、完璧なスケジュールだ。あとでビーコインのちょっとしよう、合間で。いい先なー。前日に鈴くんの練習したいからと16がそんなに時間が取れないからですかね。でもね、エピアもできない、時間ない。できない。エピアするんだったら睡眠時間削らないといけない。無理だそんなの。睡眠時間削れない。白イベント終わって公演が終わったら18日ぐらいからやろう。できない、それまで。このイベントは16日までですね。5日間あるので、そこ覚えてるかな。2週間ぐらい前にやったけど、3日に前回やって、12月3日に覚えてるかな私。やるけど、そっから一回もやってないからさ、そりゃ声がなかったからやってないから、ちょっとやってみて、覚えてるかな確認を明日する。明日配信の合間とか1時間あればちょっとできるし。わからないけど、そこまでですね、胃がちょっとあったかいぐらい、めっちゃわーみたいな感じじゃない、ちょっとあったかいぐらい。体動いてる、だといいな。だといいけどな。だといいけど、皆さんも VC まで覚えればあとは完全大丈夫。ビーコイン？え、皆さんオープニングじゃんあれ。本当に？2曲目？え、2曲目だよね。うん。嘘でしょ。無理だよ。汚すかまでとかだったらわかるけど、ありがとうはさ、そんなにさ振りがなかったりするからさ、それで言うんだったら分かるけど。2曲目だから、それ皆さんご一緒。早すぎるよ。であろう、とりあえずしずくじゃないわけよ、ビーコインのやつやって、明日しずく、うん、口変わった、あ、口、そうなんだっけ、前覚えてないか、前のなんか折りたためのやつはリップ入れてるケースに入れてる。なんかお出かけするときに忘れたりしてたからさ、一回か入れるの忘れちゃった。くし、あ、よいしょ、キララリトルツインスタス、キララのくし、光で反射しちゃう、反射、光飛んじゃうか。光で色が。かわいい。ちょっといい。色が飛んじゃう。この櫛持ってるのを思い出したから、ここにもいっぱい入ってる。キキハラ。
ララハ。どっちも可愛いから選べない。キキララハ。どっちも。キララ可愛いよね。キキララのグッズ、これ以外にも何かあった気がするけど忘れた。クッション持ってる前、キャラクター大賞の当たりくじの。クッション一回だけやってた。その時もコギメンがいたから、コギメン、コギメン狙いでくじ何回か引いて、その時何回引いたんだろう、5回ぐらい引いたのかな。5、6回引いて1個も出なかった、コギメン。1個も出なかった。でもね、キキララのクッション欲しかったからね、それは出たの嬉しかった。そのベッドに置いてる。トリクシーのコギメン、コギメンが出てる、出てる、いる時に結構買うんだけどさ、トリクシー引くんだけど、引く確率が低すぎて、私のえもなんか。キャラクター大賞の当たりくじはコギメンが少ないからさ、またキャラクター大賞でさ、イベントじゃないじゃん、あれ、そのイベントん、キャラクター大賞のそのイベントのさ、順位のさ、なんだっけ、1位、2位、3位とかでも少ないから、入ってる個数、なんていうの、賞の数が、なんとか賞みたいな数が少ないから、まあ、どのキャラクターでも当たる確率は低いんだけど、コギメンが毎回当たんない。今回のキャラクター大賞のやつも引いたけど当たんなかったし全然違うキャラばっかり引いた。コギメン時間制限ありますよ、3時間です。3時間、ちゃんと確認して3時間の制限なるよ。やっぱ昨日かかってなかったみたいだから、かけてもらったんで大丈夫です。今回は蹴れます。昨日はラッキーが重なる日で宝くじに5時間の行列できてたらしい。どういうこと、昨日12月12日どういうこと、ラッキーが重なるって。えどういうこと何かある12月12日 日にちじゃないのかな、別にわかんないよ。手の制限かけてもらったんで大丈夫です。切れます、今日は確認してもらったんで。あ、え、これそれなんて読むんだっけそれ、うん、その日だったよね。なんかあれか、感じ一粒万倍、重なる日だったのね、珍しいみたいな。で、何か始めると何倍にもって帰ってくる日。そうなんだ、知らなかった。重なる日だ。え、重なる？うん、どういうことか。あ、珍しくはないんだ。珍しくはないけど、宝くじにめっちゃ並んでたってこと。すご。宝
宝くじさ、なんかなんだっけ、お父さんが昔、めっちゃ昔に買ってて、私なんてちっちゃい頃とかに、なんか数字選ぶやつ、正しくどんなやつがわかんない、どんな種類があるかわかんないけど、数字なんかのところにさ、こう鉛筆で線引い、なんか線マークしてみたいなやつ、あれをさ買ってて、どの数字がいいと思うって言われて、これみたいな言ってた。スクラッチじゃない、削るやつじゃない、削るやつもやったことある。私X わかんない、わかんないけど、なんか数字が書いてあって、そう、なんか数字選んでいくやつ、わかんない、なんてやつかわかんないけど選んでた、数字これとみたいなってめっちゃ適当に あれなんてなかなか当たんないよね。確かに買ってみたさはあるけど当たんないだろうけど楽しそうだもん、だってそのこの発表される日自分で買ったことはないや。そういうのスクラッチもお母さんのお姉ちゃんがね、なんか買ってきてて、なんか名前変えるってもらってこうやったことはあるけど、それで当たったことはあるけどね、自分で買ったことはないね。もう何百円とかしか買ったことない。そんな当たんない。メガネの頭にかけてイエイとポーズしてたとこ、どの頃それえ、なにそれ、どの頃だ、わかんないいつだそれ。クラッチテレビで、テレビでたまに、あ、確かになんか見たことある、なんかめっちゃ前に見たことあるわ。なんか床に大量にスクラッチが置いてあってみたいな、こうあれなんか削っていってるの一枚一枚大変そうって思う見たことある、でもやってんのかな、あれめっちゃ前に見たことある。銀のエンゼル、銀のエンゼルまだ何回だっけ、2回ぐらいしか出たことない、言うほどあれ本当に出ない、エンゼルなんて出ない、無理だってさ、箱買い、あのなんか20個だっけで買ってもさ出ないんだよ、なかなか金なんて一回も出たことないしね。あれは出ない難しい、箱で買ったらさ1個は出るみたいなやつじゃないからさ、ここで買ってももう1個も出ないもあるし、出なかったことあるしね普通に全然当たんないですね。あ、あとね、カ
ートに買ったら銀1個当てるとかないですね。ない1個も当たんなかったこともある。それがないからさ難しいんだよね確率が低いから当たる。金なんかさ銀でそんだけ出ないから金なんてもっと出ないんだよ本当に出ない。金なんかね、お母さんかお父さんどっちだっけな、お母さんかな、なんかお父さんもでも当てたことあるって言った気がするけど忘れた。お母さんがめっちゃ前にハマっててチョコボールに、私が生まれる前とかの話だと思うんだけど、お母さんが言っててめっちゃ食べてた時期に金当てたことあるみたいな。家に金のエンゼルがあって、これどうしたのって聞いたらめっちゃハマってた時期に当てたことがあるみたいな言ってた気がする。めっちゃ待って、めっちゃ買ってたんだって。でもそれぐらいしないとさ、たぶん毎日とかのレベルで食べないと、いや無理無理だ、大変だよ金のエンゼル当てるの。銀も大変だけど、ね、金その銀確かあったはず、確か使ってないはず。前なんか、あ、27分、ん30分までかランキングもなきゃ。前キャラちゃん公募した時銀のエンゼルやったはずだから。じゃあ10歳からランキング見ます。13位井上千尋さんありがとうございます。12位筋肉愛好家さんありがとうございます。11位コペルさんありがとうございます。10位アラカトルさんありがとうございます。9位マルさんありがとうございます。8位ラスカールさんありがとうございます。7位お豆さんありがとうございます。6位ハッピーサッピーさんありがとうございます。5位キャンさん、キャンさんかな、ありがとうございます。あ、あれ怪我っつった急ぎ目でも。13位アラカトルさんありがとうございます。12位マルさんありがとうございます。11位コウトッキーさん合ってるありがとうございます。10位おまめさんありがとうございます。9位ハッピーサッピーさんありがとうございます。8位ラスカールさんありがとうございます。7位キャンさんありがとうございます。6位イルカさんありがとうございます。5位バトニーさんありがとうございます。4位ちょっとゼロくねくねっとさんありがとうございます。3位レディオスジオンさんありがとうございます。2位大間さんとマーク015さんありがとうございます。そして1位がとしのりさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました、ありがとう。あ、でもさっきの配信でさ、ただ投げてくださった方書くの忘れてた。いやでも時間ないから次の時に書いて、ハロー、そうしよう。クランツなんでね。すいません。次の配信で貼ります。じゃあ次、18時半から、次15分の枠です。あと、ちょっとか。次18時半から18時45分まで。ちょっとだけなんですけど、やります。じゃあ、また、次の枠。20秒、卒業18時半15分枠短い、めっちゃすぐ終わる枠15分めっちゃすぐ終わっちゃう、早い。じゃあまた後で、ありがとうございました、またね、バイバーイ、また後で。